この画面は見ることはできるんだね。ゲームを始めるにするとどうなるんだろう。このネットワークサービスは終了しました。ご利用ありがとうございました。悲しいですけど、バッチトレルセンターは閉店です。はい、どうもさん、こちらのぼろです。よかったんですけども、今日は4月9日、ついに 3DS と EU のオンラインサービス終了の日でございます。まあ、オンラインサービスが終了するとね、オンラインを使う機能っていうのは軒並み使用できなくなるっていうことなんですけども、一番影響を受けるゲームが何かご存知でしょうか。そう、バッチトレールセンターでございます。このゲームはですね、4月9日まあ午前9時を過ぎると完全に起動すらできなくなってしまうんですね。僕はね、もうこのゲームに本当にお世話になった、このゲームに人生を変えてもらったと言っても過言ではございません。なので最後、バッチトレールセンターをねプレイして 3DS のオンラインサービスとお別れしようかなと思います。このクソ長ロードともお別れですよ。毎回毎回起動するたびにね、5分ぐらい待たされて懐かしい。よし、今日もバッチトレだ。今日も練習だよ。これか、まずはトタケキあたり狙うのがベストだよな。1プレイ2枚取れたら熱いんだけど、剣と落ちないか。ちょっと待って、やっぱりブランクか。マジ頼む、右2枚も落ちろ。これシーソーの要領で落ちてくれない。やばい、待って、まずい。あ、終わった、最悪だ、下手くそすぎる。これはちょっとあまりにもブランクだな。こいつだけでも取りたいけど、オッケー、取れたけど、右も落ちろ、ダメか。タヌキチに1プレイ使わされた。まあ、これで一旦コンプして、ラス1で2枚取りたいよ。もう一回同じとこ。ちょっと奥目狙ったつもりだけど、ダメか。1枚かな、これも。いや、ワンチャン落とすときに2枚落ちないか。いや、マジで当たり来い。5枚あったら1回ぐらい当たりあってもよくない？最後、ダメ。全然取れない。最終日ぐらい当たりくれよ、バイト君。お前、1プレイで何ができんだよ。とは言ってももう全部コンプしてんだけどさ。待て、ハテナボックス落ちろ、オッケー。俺は1プレイしかないからな。古速に行くぞ。バッチ並び直せ。もう一個落ちろ、ハテナボックス、オッケー、2個目来た。おい、バッチ取れるセンターっていうのはこういうことなんだよ。最後、この台、1プレイでコンプする。この辺、ちょっと出前すぎるか？うわ、下まで行かねえ。これコーラしか落ちないっていうか、何も落ちなかった。俺が最後にもらうのは、ズルして取ったハテナボックスでした。お疲れした。続けてお支払いプレイさせてくれよ。なあ、20プレイ360円で、買わせてくれよ。バイト君、インターネットに繋がらなかったみたいっすね。だったら俺はどうやってこのゲームを起動したって言うんだよ。インターネットに繋がないとバッチキャッチャーは遊べないっす。電波の届きにくい場所にいないか確認してほしいっす。届いてんだよ、電波は。最終日だからといって忖度はなく、あまりにもあっけなく終わってしまいました。これぞバッチトレールセンターだね。ああ、当たり付き練習キャッチャー、また明日遊べます。嘘つくなよ。また明日ここに来たら遊べんのか？そうじゃねえよな。コレクション最後に見ておこうか。こういうのももう見れなくなっちゃうってことだよね。で、バイト君にも会えなくなってしまうっていうことだから。悲しいな。いろいろ集めたな。この台とかもね、1プレイでコンプできる可能性あるんだけど。懐かしいね。誰もいないお城。誰もいないお城っていうタイトルなんかもう悲しいわ。まあ、マジでいろいろコンプしてんだな、俺。やべえ、あと1分。あと1分経ったら俺どうなるの？このバッチトレールセンターどうなるんだ？マジで。ちょっと戻ろう。バイト君にやっぱ会いてえよ。なあ、ちょっと喋ろうぜ。喋ってくんねえの？インフォメーション行かなきゃ喋れねえか。何かわからないこと。本当にこの店が終わるのかを聞きてえよ。なあ、バイト君。本当にあと30秒でお前は行っちまうのか？もうスマブラとメイドインワリオでしか会えない存在になっちゃうのか、お前は。悲しいよ、そんなのは。まあでもしょうがないね。今まで本当にありがとう。くじでございます。ホールに戻ろうか。また何かあったらどうぞっす。ありがとう、本当に。まだここにはいられるんだ。一応、バッチキャッチャー開ける、まだ。あ、まだ開ける。ただこれ多分一回、
ホームとかに戻ったらもう二度とバイト君には会えないっていうことになるんだろうな。じゃあ最後に本当にコレクションだけ見ておこうか。これ絶対見れなくなっちゃうからね。このゲームはね、月に課金できる額が1万円だったっけ ?2 万円だったっけ ?1 万円だったと思うけど、っていう風にね、上限が決められてて、それをね、上限達成するまで終われない企画をね、昔やってたんですよ。だからね、まあいろんなゲームの、バッジがコンプされてたりするんですけども、懐かしいね、本当に。この辺はでも、あれだね、最後の方にずっと出てた台、まあ去年の3月27日だったっけ違うの、22日ぐらいからもうバッチの台は変わってないんですけども、その頃からずっとある台たちですね。この辺はで、これはコンプしてないんだ。マリオメーカーこんな台あったっけ、なんで俺やってるんだろうこの台、逆に気になる。他はマリオと仲間たち、あーこれはあれだね、今もあるやつだね。でマリカ8、これもさっきあったね。でこれはもちろんさっきゲットしたハテナボックスたちでしょ。あったね、こんなのもね。懐かしいな。これのイギーか誰かが全然取れなかった記憶あるんだよな。この辺も、あれだね、今ずっとある台だけど、懐かしいのがいっぱいあんな。神々のトライフォース2。で、ムジュラの仮面 3D。この辺もそうだね。この辺も常設されていたやつだね。まあ、任天堂が直々に出しているゲームたちが基本的にね、常設の台として残ってはいたから。あ、この辺。うわ、俺、ダルケルとか、取れてないんだ。すげえ悲しいな、それ。取れてるの、リーバルだけなんだ。マジか。うわ、コンプしたかったな。いや、もっとやってくれよ。俺、いつでも課金する。うわ、パッチとか取ってる。懐かしい。うわ、鉱石とかいう概念あったね、飛び盛り。マスターのコーヒー、コーヒーだけ取ってないじゃん、テイクアウトの。取れよ、コンプしろよ。師匠の爆笑一発ネタ。懐かしい。なんで俺これコンプしてんだろう、わかんないけど。うわ、これあれだな、1プレイもやらずに取れるタイプのやつだね。でこれアイダホーくんかな。懐かしいね。カービィの台とかもいろいろあるね。トリプルデラックス。トリプルデラックスとか俺やってたな。キーホルダーシリーズ。ドット絵のカービィもすげえ可愛いね。うわ、めちゃくちゃいいマスクドデデデ。スーパーデラックス、夢の泉デラックス。うわー、ウルトラスーパーデラックスもやったな。100% コンプまでやってよ、俺。懐かしい。FE か、こっからは。この辺も多分、プレイせずに撮ってる気がするな。これは課金配信で撮ったんじゃないかな、この辺は。そうだね、きっとね。片っ端からコンプしてって。あー、カメックス俺撮れてないんだ。まあ、ポケモンはね、とにかくひたすらサトシが持ってるポケモンたちを集めてたんで、まあ、メガ進化の台。懐かしい、これ。あとはゲンガーか。そっか、ゲンガーはもう今飾ってあるわ、バッチ。ピカチュウと仲間たち。俺これピカチュウ1回目で取れなくて、しばらくしてからもう1回この台が復活した時にやっと取れたんだよね。このピカチュウの台意外と難しいんだよ。なんか確かサンダースがすげえ邪魔してるみたいなやつだったような気がするんだけど。ふわー。もう取り方がね、明らかに、もうサトシが持っているポケモンを狙ってるみたいな感じするもんね。いやでもこれはまたドガスも取ってほしいな、アニポケ好きとしては。まあでもニャースとかも取ってる。エネコも取ってるね。まあハルカも使ってたし、ルカリオも取ってんのか。オコリザルもそうだね。で、懐かしいミュウツー。ミュウツーも一発目取れなかったんだよね。なんかミュウツーのバッジめちゃくちゃ重いんだよ。懐かしいな、本当に。ラプラスと仲間たち。ラプラスのバッジもずっと欲しくて、狙ってた記憶あんな。こう見るとでもポケモンの台めちゃくちゃやってるね。うわ、カイリュウ取れてないのすげえ辛い。お前課金して取っとけよ。もったいねえ。箱盛りとか。あ、ガルーラもね。そっか。ここはケンタロスを取りに行ったんだろうね、きっとね。あー、懐かしいね。ここは多分ヘラクロスを取りに行ってるけど、ハッサムとかもすごい個人的に好きなポケモンだし。あー、懐かしいね、本当に。なんで俺これコンプしてんだろう。
プテラ登場。カビゴンとかもな。あったな、この台。なんか真ん中の方に積み上がってるみたいな台じゃなかったっけ。懐かしい。メガ進化もね。メガルカリオが欲しくてやった記憶があるな、これは。まあ、サトシのね、ルカリオがメガ進化するから、メガ進化状態のやつ欲しかったんだよね。わー、これもそうか。メガニウムが取れてないけど、サトシのね、ポケモンがベイリーフだから、まあ一旦メガニウムはいいかっていう風に課金しなかったんだろうな。まあ、この辺もそうだね。ポンプしとけよ。まあでもね、どっちみち1000種類までしか、バッチって持っておくことができないんで、今日でね、バッチトレールセンターが開けなくなっちゃうっていうことで、まあどれだけ頑張ってもね、1000種類までのバッチを選んでくださいっていう風になっちゃうんだけど、いやーでもコンプしとけばよかったなって思うのがいっぱいあるな。メガクチート、メガ進化も復活するからね。また懐かしいのがいっぱい。あー出た、この絵、スイ君の台めっちゃ難しいんだよ。確か矢印を取る系の台だったような記憶があるんだけど、これね、サクラビスとかパールルとかが固まっててすげえ難しかった記憶がある。俺ちゃんとプレイしてサクラビスしか取れてないんじゃなかったかな。結構難しい。あ、セレビーの台も難しかった記憶ある。課金ゴリ押してしょ、こんなの確か。あー、ここら辺もね、コータスとか、まあ、アチャモとかもそうだね。アニポケから欲しかったんだろうな。うわー、サーナイトも欲しかったなー、マジで。で、ルチャブルと仲間たち。うわ、俺チャーレム取ってんじゃん。俺チャーレム嫌いなんだよな、トラウマ。うわミミロルとか取れてないんだ。ミミロップは取ってるんだ。いや本当に懐かしいのが多いね。ミロカロスと仲間たち、これも何回かに分けて取った記憶があるね。これ何、ボルケニオン登場。はあ、そんな台もあったんだ。うわ、ナエトルだけ取れてないのこれ。そりゃないよ。まあでもドダイトスはいるから、まあいいのか。これもモーカザル取れてないんだ。お前コンプしようぜマジで。うわ出た、ガブリアスの台もすげえ難しかったんだよね。懐かしい。ジャローダの台、これはあんまり記憶ないな。あー、ミジュマルのやつは爆弾台だったはず。これも俺一回取り損ねてて、ミジュマルをもう一回出てきた時に取った記憶があるわ。よく覚えてるな。あ、この辺はアローラか。で、サトシ月光が、これだけはちゃんと取れててよかったよ本当に。で、ポケモンスペシャルセレクション、この辺は季節限定のポケモンバッチとかだったりするのかな。そっか、俺が始めたのが2022年の12月30日ぐらいだったから、年末年始とかのバッチとか、あ、春のバッチとかもあったりしたんだね。ここら辺はドット絵のやつか。マサラタイムポケモン集合。あー、御三家が誰も取れてない。あ、リザードンがね、そう、リザードンの台もあるんだけど、結局ね、その俺がやってた12月30日ぐらいから3月の20何日まで、バッジが切り替わらなくなる瞬間まで、リザードンの台が出てこなかったんだよね、ドット絵以外。それ、すごい悲しかった。まあ、ドット絵だけでもね、リザードンとか、カイリュウとかもさっき逃してたけど、ドット絵だけでも取れてる分には、すごく嬉しいんだけど、うわぁ、この辺も取れてないんだ、俺。いやぁ、コンプしたかったな。グライオンとかもそうだね。ドット絵しかいないんだよね。このグライオンしかいないんだよね。3D のグライオン欲しかったな。もう去年の今頃というか、去年やってた3ヶ月間は本当にただひたすらポケモンバッチ取ってたもんね。で、ポケモン、あー、このサトシ月光が取れてないんだ、ドット絵の方。うわ、それ悔しい。うわ、シルバディとか懐かしい。うわー、もっとやっておけばよかった。出た、アンノーンの台。ひたすらアンノーンが整列させられてるあの台でしょ。まあ、懐かしいな。本当にポケモンだけ異様な数やってるね。あ、メガ進化ポケモン集合その1。うわー、これ、メガリザードン XY 取っとけよ。っていうか、不思議花も、カメックスも、ゲンガーも欲しかったな。で、ここら辺からスプラトゥーンになってくるのか。この辺はあれだね。ずっと常設の台であったやつで、これは？あー、あったね、こんなの。懐かしい。ポケモンがなかった時は結構スプラトゥーンとかやってた記憶もあるけど、何これ、こんなあったっけ。かわいいね、めちゃくちゃ。恐竜の
イラストとかあるけどこれ何なんだろう、わかんねえな。でこっからメイドインワリオ出た、これ何だったっけ、何博士だったっけ、忘れちゃったけど、リズム天国もね、この辺もあれだね、あの常設の やつで、トモコレ、これね、飯テロ台ね最後にやったやつじゃん、このハンバーガーセット1枚も取れなかったけど、懐かしいね。トモコレの台ってね、ほぼほぼご飯なんだよねなんかトモコレらしいもの他になかったんかって話だけど、ニッキーも懐かしいわ、イラスト交換日記ね。うわ、お寿司あったなこれ結構難しいんだよね。個人的にはね、もっとバッチトレールセンターのバッチって増やしてよかったんじゃないかと思うんだけど、まああれはあれでね、なんか課金限定でもらえるみたいなのもあったりしたからね。懐かしいわ、妖怪ウォッチは全然少ないな。出たこれ、ローソン&ポンタこれね、バッチトレールセンターとローソンコラボ、これなんだったっけな、ローソンでプリペイドカードを買うとバッチトレールセンターの無料プレイがついてくるみたいなキャンペーンを昔やってたんですよ。懐かしい、本当に。あとは日本列島シリーズ、この辺もなんかやった記憶めちゃくちゃあるね。でバッチトレールセンターか、この辺、あこの辺はでも普通に台になってるやつじゃないのかな、あ違うか、ここら辺からはお得意様バッチだね。そうだね、第3弾第2弾その1、第1弾がない。お得意様バッチもっと集めたかったな第5弾第6弾第7弾、俺どこまで持ってるんだろう、お得意様バッチ。1ヶ月で課金額限度まで行ったけど、俺バッチトレールセンター一押しミーバース広場。また明日遊べます、また明日遊べます。バチトレールセンター頑張れバイトぞ、カレーボスを得て。この辺取っておきたかったね、もう開けなくなっちゃうからね。あ、終わりが来てしまった、バイトとの思い出その1、悲しいな本当に、もう開けなくなっちゃうのか。ミーバース広場とか見に行ったら喋ってくれるの、ホーム置いとくっす。バイトの自信作じっくりお見せしちゃう、バイトくんが作った背景かこれ、あかわいいじゃん。え、3つしかないの、もっと見せてよ。ただまだここにいる間はバイトくんに喋りかけることはできるんだね。でももう課金もできないしプレイの仕様はないんだけどね。そうか、じゃあ自分の手で終わらせるしかないっていうことなのか向こうから完全にもうここには入れませんって言われるわけではないんだね。最後テーマショップとか見せてよ、今はキャンペーン中のテーマがないみたいですね。またキャンペーンやると思うんでその時はよろっす、またキャンペーンやってくれよ本当に、頼むからな。じゃあこれで終わりにしようか、ありがとうバッチトレールセンター、これにて閉店です、ありがとうバイトくん。本当にもう起動できないのかな、でもこの画面は見ることはできるんだね。ゲームを始めるにするとどうなるんだろう。このネットワークサービスは終了しました、ご利用ありがとうございました。本当にね、バッチトレールセンターなかったら今の僕はないんですよ。このゲームを始めてから僕の人生は変わり始めたんで、それがもう完全に起動すらできなくなってしまうっていうのはもうとてつもなく悲しいんですけど、まあ時代の流れというのはこういうことだと思います。もう完全にねバイト君にも会うことはできず、バッチの入れ替えとかも叶わなくなってしまったんですけども、それでもねバッチ取れるセンター、バイト君のね、バイト君への感謝の気持ちっていうものは揺るぎません。本当にありがとう、めちゃくちゃ楽しかった。またいつか何かの形でバッチ取れるセンターみたいなことができることを願っております。スイッチでも次世代機でも僕が生きてる限りは待ち続けます。
またあのバイト君の笑顔が見れる日まで悲しいですけど、バチトレルセンターは閉店です。そしてね、これに伴って 3DS と Wii U のオンラインサービスも全て終了になりました。まあ僕もね、発売当初からいろんなゲームをやってね、お世話になって、でまあバチトレルセンターみたいなこういう形で、まあ、実況動画をね投稿しだしてからもこうしてお世話になっておりました。まあね、2011年の2月26日に発売されてから約13年間、本当にありがとうございました。僕はまたいつかバイト君が 3DS から飛び出て別のハードに来てくれることを信じてます。また別のハードでお会いしましょう。今まで本当にありがとうございました。またいつか会える日を願ってます。バイバイ、バイト君。